しょー、おめでとう。それはやめましょう。それ本当の NG です、ね、はい、気持ち悪いね、ガシャー。ありがとうございます。あれはなんか仕込まれてるんじゃないかって。誰かこんなこと言ったらしゃあないな。マッサージしゃあないな。こんなん絶対当たりますよね。風下に立ちたい。はい、どうもこんにちは、トミーです。今日はですね、藤昌司さんに お邪魔いたしまして、今日はですね、藤昌司さんにお、ま、もう噛みまくりやで、うん、すごい頭から噛み方が。こんにちは、トミーです。強制的にやり直す。そうもう勝手にどんどんやっていこう。はいはい、今日は藤昌司様にお邪魔いたしまして、11月の寝台ですね、とある魔術のインデックスをうちに参りました。相当注目の高いという機械ですので、私も楽しみなんですけど、まあ、私一人で打つのが心もとないということですね。まあ、毎回のことですけどね、もうこれも、はい、広い、今日も読んじゃってます。はい、土屋太鳳さんです。よく言われます。すごいやりづらいですね。これも前回も言われたの、同じこと。土屋太鳳、銀田舞さんでございます。じゃあ、こんにちは、よろしくお願いいたします。はじめまして、動画をご覧の皆さん、こんにちは、銀田舞と申します。よろしくお願いいたします。まあ、さっき噛んだ理由はこれですよね。そうそれをずっと言わなあかんもん。最近ね、はい、今回の動画撮るのもブッキングが取れない、みんな1回目2回目の動画見て、はい、もうやだ。ぐちゃぐちゃされる。もうキャラも何もあったもんじゃない。もう大光さんなんかこの前ね、動画終わった後の帰りについた新幹線の中でパーンなってました、ね、方針状態になってましたから。これもう動画で使ってもらいます。相当疲れたんだろう。絶対編集で使ってもらいます。今日、はい、まあ、銀田さんって呼んだ方がいいですか、舞さんって呼んだ方がいいですかって聞いたら、何でもいいって言うんで、はい、今日もずっと聞いてください。ちょっとそれはやめましょう。それ本当の NG です。はい、本当の NG です。びっくりしました。はい、っていう形でどうも、じゃあ今日もやっていきましょう。はい、そうですね。はい、あ、ちょっと変なこと言うんで、右足がつりました。ちょっと待ってください、ごめんなさい。そんなことは言わず。嘘。ガチ。本当に。右足どこら辺つってるんですか。いや、このつま先です。今ちょびっとしか動いてなかったんですよ。はい、大丈夫です。すいませんでした、ごめんなさい。バリバリ面白い。やばい、いいですね、テンション上がってきた。マジでいいとこ、これいいよ、いいよ、かんやとこ、こういうのところで、でもキュンってねなるっすよね、この見た目とギャップなって、なって、なんとかしてあげたいっていう。騙されへんぞ。騙されへんね。今日は、はい、はい、行こうぜ、手を伸ばせば届くんだ、行きます。はい、それでは初打ちさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、こちらの、とある魔術のインデックス、ミドルスペックとなっております。定格状態の時は 319.6 分の1、そして高確率の状態の時は 99.9 分の1でお当たりを取ることができます。そして、こちらの台は ST タイプ、その ST の突入率はなんと 100%、 素晴らしい。さらにですね、この ST の継続率は約 79%、 これも終わる気がしないっていう感じのスペックとなっているんですけれども、 ST はですね、154回転、そのうち電サポを続いているのは150回転、そして電サポなしで4回転の計154回転となっております。さあ、さらにですね、はい、この右打ち中4ラウンド、5は10ラウンドとなっているんですけれども、10ラウンド約1500発の割合がですね 70%、 これはとんでもない出玉感を出せるかもしれない台となっています。なんかいろいろレベル4、レベル4もできました。あ、本当ですか。レベル5とかまで行けばきっと熱いんだと思うんですけど、どうなんだ、また熱め。あ、あ、でも3回目ですね、疑似さん、なんだかんだ
あ、赤来てますね。赤字。赤字。どうなんですかね。あ、ダメだ。お、お、お、あれ。お、めちゃくちゃかっこいい音する。お、焼くものめっちゃ動く。え、何これ超。あ、お、ね、あの三坂のレールガン。これ多分あの激アツのうちの一つです。約 40% ぐらいあったはずです。レールガン予告。これ激アツちゃうんすか。さっきの金なんやってん。まあ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 、まあ、まだね。当てましょう。これ星 3.5。 わ、一応期待度約 40%。 おお、金文字。これ319分の1の基盤ですからね今。おお、めっちゃかっこええやん。いや、どうなんの。え、何回転ですかあなた。19回転です。まだ20回転回ってない。いきます。あれあれあれ。いやでもこれ本当にガチガチの定格の状態での実践なんですね。そうです、そうです、そうです。毎回そうなんですよね。毎回そうです、毎回そうです。すごい、はい、でしかも、はい、私びっくりしてるのは、はい、あのほとんど台についての打ち合わせなしに始まっちゃってるじゃないですか。もう本当に大丈夫かなと思って。大丈夫です。何が熱いとか、多分私が知ってるのってヨハネのペンとレールガン予告とイマジンブレーカーぐらいしか分かってない状態なんですよ。今ちなみに先の何が出たんでしょう。あれはレールガン予告です。レールガン予告が出たんですね。三坂美琴ちゃんの、まあまあ、能力なんですけど、あ、そうだ、この台について一個、お伝えしそびれてましたね。はい、途中でちょっとね、演出が熱くなっちゃったんで、はい、この台、はい、U タイムが搭載されていて、はい、800回転、消化した時点で、U タイム発動となります、はい、でさらに、U タイム100回転手前からは液晶の左上部の方に、まあ、カウントしてくれているので、まあ、ちょっとこうね、分かりづらいなって思っていた方にはとても優しい、説明になっているのではないかなと思います。で、U タイム、無事にというか、まあ、到達しました。そこからは、全サポで1214回転消化することができるので、その間に大当たりを引ける割合というのが約 97.7% となっております。もうそこにたどり着いてしまったならばしっかり当てたいですよね。そうですね。よくなんかあるあるなんですけど、はい、U タイム発動直前に当たるっていうのが、そうですよね、結構なくないですか。なんかあのパチスロとかでも天井ストッパーみたいな。そう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 、ありますよね。それ結構私ももろ食らってるタイプなんで。私もです。ですよね、はい、何なんですかねあれ。あれはなんか仕込まれてんじゃないのかって思って。ダメかこんなこと言ったら。え、舞さんはどんな人がタイプなんですか、はい、男性は。え、なんかなんでしょうね、使用済みマスクを欲しいとか言わない人が好きです。もし僕が買ったら、はい、マスク、使用済みマスクください。あと、なんかおっぱいがどうのこうのって言わない人が好きです。男はね、大体ね、おっぱいが好きなんだよ。いや、前回どうしたんですか。なんかひどいなと思って。私あれ、大水ちゃんの前半戦見て、はい、あれこれ私行くのかなって何なんですかね。なんか振られてる感じで巻き込まれてる感じはありましたよ。いやいや、そんなことない。いやいや、おっしゃったのトミさんですよね。なんか誰かが言ってたんだったらあれですけど、トミさん発信でしたよね。あ、ですかね、やっぱり。いや、私だから今回まだこれで、どうせ早掛け対決ですか。はい。おお。で、私が勝てば、はい、もうそんな非常識なお願いしないです。お、じゃあ今日はどんなお願いしときましょうか。もう、はい、今日ちょっと足つられてたじゃないですか。はい、つりました。頑張れよ、頑張れ。つった方の靴の靴底をください。中途半端やで。なんかどうやって突っ込めがいいのか分かんないです。今のは中途半端やわ。だったらまだ湯川さんの時の
あのライダーのバイクに何タイヤに踏まれたいとかって言ってくれた方が変態度はアップしてたと思うんですけど、今のはちょっと中途半端やな、ね、なんかもう一回どうぞ。じゃあ早掛け対決で、はい、もう一回言わされる、はい、まあまあこれ S ですよ、うん、銀玉絵は S だ、うん、情報出ましたね一つ。あ、ちなみに私今さ、星 3.5 のリーチかかってますんで、SP 入ってるんで一応ちょっと。いや本当でもなんか土屋太鳳になんか似てないですか。嬉しい。私言われたことないですか。言われたことないですね。ああいうナチュラルな女性、なんかいじってない、いじってないっていうか なんていうのかなあの盛り込んでない女性が好きです。このキャラでまあまあ爆弾ですか。そうなんですよ、うん、ちょいちょい差し込みようなんですよ、うん、いきなり役者がガチャガチャした。待機中っていうのもちょっと気になりますね。お、あ、これが連続予告ですね。さあ、みことちゃんとインデックスの役者が今動いております。あ、もちろんもう一回欲しいところですよね。インデックスって名前ですもんね。インデックスっていう名前みたいですね。さあ、追われてるんですよね確か。そうなんです、魔術界から追われていると言って、 それで上条トーマと出会ったんですけど、うんうん、なんかベランダに引っかかってるから始まったんですね。そうですそうです、あ、3回目ですね。でその上条トーマはこのインデックスと出会ったことによっていろんなこう困難に、あ、おめでとう、え、おめでとう、困難出る、困難絶対当たりますよね。先にかけた場合どうしてもらうか言うといた方がいいんじゃないですか。どうしよう、へどう、あ、面白いことが出てこない。あ、新たな戦いの予想がしますと、美坂はトミーさん、あなたこれもし先やられたら何してあげるんですか。はい、何してあげるんですか。トミーさんにお聞きしたいです。あ、私も赤堀湯に変わってくれました。だからさっきすごい足をね痛められてたんです。それをちょっと癒してあげれればなと思ってますよね。あ、みことちゃん、はい、流されました。あ、星3つでも金系でしたねタイトル。さあ、ちょっとね、我々うっすら気づいてるんですけど、この人天然なんで。字幕を上げてほしいです。あー、でもこれは多分アニメのシーズン1には出てきてない敵なので、ちょっとごめんなさい、私わからないんですけど。あら、デンジャー入った。デンジャー出ました。いやちょっと、おー、いきなり当たった。これね、イマジンブレイが出て欲しかったですよ。もうそんなこと言うまでもなく、これ定格ですよね。もちろんもちろん、ありがとうございます。ガッツポーズも可愛いな。いや、うん、確かに。ちょっとやめてください。くそ、あんな可愛いガッツポーズ見たことない。いや、見たことない、確かに。湯川さんの時にも言ってたじゃないですか。その何でしたっけ、ボタンの押し方がどうのとか。やったー、 100%ST 突入ですよ、これやりました。おめでとうございます。ありがとうございます。でもボタンの押し方は一緒ですね。あ、本当ですか。やっぱ女の子、可愛い女の子はこう絶対こうする。何でしたっけ、なんか小動物みたいな感じ。いい、よう見てるし。あ、ちょ、次はちょっとトミーさんみたいに使わせていただきます。なんか押してない風にこう。はい、じゃあ最初は必ず4ラウンドからスタートですね。いやもう 100% ST 突入っていうのが、うん、安心ですよね。本当に安心です。しかもなんか ST もこの150回転すごくこう前半と後半に分かれていて、いろんな楽しみ方ができるっぽいんですよね。でまずは、最初の前半、30回転かなり高速消化ということなので、そこはこの高速ぶりをちょっと体感したいなと思います。あ、めっちゃ早い。1回転に1秒これかかってないんじゃないですかね。一応計算上ではそうです。30秒で30回回る感じですよね。だからそうなんですか、あら、もうでも、あ、でもこの先は4つの ST から選べるようになっていて、結構キャラクターとか突発あたりとかいろいろあるっぽいんですけど、最初はでもスタンダードの上条トーマ
の ST でいきたいと思います。あ、結構リーチ多めですね。多めですね、うん、3.5 で、ゴーレム使いです。え、トミさん当たりました？何何何謎当たりっすよ。はすごい、一緒に ST ですね。何一緒に頑張りましょう。あなたもう何のリアクションもないまま入りやすほらいや、めっちゃ普通のリア普通のリーチでしたよ。まあ、ピョ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 言ってましたけど、ピョピョ、まあまあやりました、はい、やりました、やりました。ちょっと ST 対決したいですね。やっちゃいますよ、いっちゃいますよ。持たせないと。まあ早掛けも負けてますからね。まあまあまあ、まあ、早打ちでは負けてます出玉対決ですよ、どんだけ出たか。まあこれだから表示出玉数にします。最高、わかりました。どのモードですか？私はスタンダードの上条トーマにしました。じゃあ私これで。あ、みことちゃんですね、はい、あ、なんか上から風が出てきてます。上から風が出てきてる。見えるかな、見えます見えますかすごい風がキーン。トミーもう今日全然ね、マイさんの方面白いよすごい、こっからですね。あ、風が風がって言いたい俺も。パクるなあ、赤文字の期待度4。この子もでもシーズン1には出てきてない。いや、暑いんでもうちょっと風欲しいですねいや、そのもうあの暑い時の動きが可愛いよ、ね、可愛いよね、もう騙されへんぞ、もういやいや、わーもう騙されへんぞなんで敵みたいになってんですか。トミーさん右打ちしてもらっていいですか、はい、右打ちしてもらっていいですかいや、もうあの風のやつでもうちょっと見とれてしまうぜ。やったー、2連チャン。もう左右打ちするの忘れてましたもんよかった、ぞとトミさん、もう素人にも程があるさあ、こっから4ラウンドか10ラウンドか 70% よ。やったー、おー70% あ、風最高ですね。もうあかん、もう今日全部風で持っていかれる、これあかん、やられる。三重県民に負けてる風下に立ちたい気持ち悪いそうですね、ちょっと気持ち悪かったですねちなみにね、私今年から、はい、収支をつけ始めたんですよ。おっしゃってましたね、はい、あれバキューンって言ってるとこ何十万って言ってるんですか。10万、10万です。あ、もう言うてもだ言うてもだ。低モザイクお願いします、低モザイクちなみに銀座さんはどうなんですか今年は。私は、はい、先月20万だったって。ええー、先月だけでパチンコだけですか。いや、凱旋の朝一狙いとかもやってるんですけど。うわー、で、がっつり負けて今月40万プラスです。ええー、40万プラスです。何がでかかったんですか。40万プラス、凱旋ですね。凱旋とあと大工さん、あ、ごめんなさいいや、大丈夫です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 か。現場員、現場員、はい、現場員です。あ、バトランプ、はい、これはもう当たりですね。いや、バトランプめちゃくちゃ引き強いやん。めっちゃいい、かわいい。かわいいですね。ね、インデックスはもう本当に食べるの大好きな子で、もういつもご飯ご飯って言ってるんですよね。かわいいな、でも食べさせてあげたい。もう私残り17回、16回、ちょっと危ない、お願いします。え、めっちゃくちゃ面白いんですけど。いや、そうでしょうね。いや、めっちゃ面白いはい、終わりました。さっと当たってさっと終わりました。え、でもあと4回転残ってますよね。凱旋もでも打ち始めたのが今年からなんで、何でも始めるのが遅くって可愛いですね、そういうところも。可愛いか、今のところ今のところ可愛い。さあ、突発あたり引いていきたいと思います。このちょっと冷徹な感じだったアクセラレータも実はすごい優しいっていうエピソードがあって、ギャップ萌えですね。そうです。で、割と言葉遣いも
乱暴で結構好きなタイプ。あ、そういうちょっとツンデレ系が好きなんですか。いや、なんでしょうね、なんかチッとか言って言ってるタイプだけど優しさ見せられたりするとあれって、あれってなんだ、あれってなんだ、あれってなんだ。いやでもあれトミーさんなんか目が見えないって言って、ああ突発あたりです。え、あ、当たってなかった。あ、でも90でずっと一緒なんで、あ、ここで火に巻かれたらってことかな。あ、あるんか、これで当たりじゃないのかな。はい、なんかその決め台詞を言ったりすると当たりに行くみたいなので。あ、むっちゃ当たるやん。最終信号のところですね、これ。あー、これね、シーズン1に入ってたアニメのワンシーンなんですけど、ここもめちゃくちゃアクセラレートの優しさが見えててすごくいいシーンでした。助けようとするんですよ、こんな冷徹だった男の子が人のことを。これなんか前回転っぽい演出になるんですね。てことはおそらく7、7っぽいですよね。はい、風来ましたよ。はい、疲れております。これはすごいぞ。何回転かな、59回転、ありがとうございます。これあれですかね、ちなみに電源入り切りして、はい、例えば700回転で前日終わってた場合、はい、あとだから200回転ぐらいしたら、はい、またこうアナウンスが入るんですかね、あと何回転みたいな。はい、100回転手前から出ますよね。酔い越しで出るんかなっていうのはちょっと出るんでしょうね、おそらくね。ですからちょっとラムクリアっていう話で、この前の仮面ライダーのシーサーさんとの収録でちょっと話したんですけど、はい、やっぱ基本的に気候なグループは、はい、いたしませんので。お、めっちゃすごいですね。もうありのまま楽しんでいただければなというところですので。うわー、近くに欲しい。実の最後の最後までデータチェックしていただくもよしですし、はい、で次じゃあと何回転だから朝から行こうみたいなのね、うん、あってもいいのかなと思います。うわ、そういうホールさんがいっぱい増えてほしいですね、はい、あと本当に稀になんですけど、はい、やっぱり仮面ライダーとかでも U タイム抜けてる台がたまになんですよ、あるんですよ。そういうものに関してはちゃんとラムクリアして対応いたしてますので、はい、優しい。安心してご用意いただければと思います。あ、いやー、キコーナさんで打ちたいですね。お願いします。はい、これ、ね、会社の偉い人にもちょっとアピールできた。チャンスアップ、もう一発来い。なんかちょっとダメですね。あ、こっから覗けますね。見えないな。ごめんなさい。なんか本当に見えないんですよ、このもう一回いいですか、もう一回いいですか。やだやだやだ、気持ち悪い。気持ち悪い、いただきました。ごめんなさい、気持ち悪い、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。わかりました、私が万が一買ったら このあ、今大事なところなんですいません、レールガンが出そうなんですいません。ごめんなさい。いやいや、大丈夫です、大丈夫です、はい。まあ、これでアップさせていくってことですね。言葉にするとレベル5、はい、どこやから邪魔すんな。言い方変えるとね、言い方変えると、言い回し変えると多分最高がレベル5だと思うんですけどね。あー、やっぱレベル5ないとちょっと厳しいか。で、何でした、ごめんなさい。あ、で、私がもし万が一勝つことができれば、はいはい、これ越しに、魔法陣越しに見つめ合うっていうのはどうですか。いいですね。それぐらいいいだろう。あ、赤色入る、あ、金、あ、金カット、そしてボタンもぐるぐる回っております。これは期待、こうやってこう茶化されるんやろな。これは期待とか言って、いや、わかる。でもなんか真剣に口説きに行ってもこうやってはぐらかされるタイプよ。あ、今金だからちょっと待ってくださいみたいな、ね、これ技術ですよ。すごい悲しい、はい、とある技術ですね。とある技術。あー、かわいい。あー、かわいい。
いやこれはちょっとね、金カットも入ってるので金の東海気象と言えばいいのかな。おい、よっしゃ やりました。ちょっと勝てる気せんないやこれは気持ちいい。これで後半の4つの ST 全部で当たりを取ることができました。すごいですね。すごい、コンプリート。いやマジすごいわ。コンプリート。これ風がめっちゃ気持ちいいです。はい、4ラウンド。やったね。やってやりました。もうこれは男性ファンの皆様は歓喜されたことだと思いますんで、じっくりとね、あの何回も何回もリピートして、あのシーンね、見ていただければともいいなと思いますね。ツイッターに上げまくってほしい。